メンタルエッセスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介したいと思います。4月14日、流されない勇気。みんなと同じ意見じゃないと、たとえ自分が白だと思っていても、周りが黒なら自分も黒と言ってしまうことありませんか？周りに合わせてしまう、周りに流されてしまう。自分の本心が周りと同じならそれで OK。 でも本当はそう思ってもいないのに、周りに合わせて同じ意見にしてしまう場合、それが積み重なることによってストレスが顕著に現れたり、または何にも考えないようにしてしまうことも。流された方が楽な時もあるかもしれません。でもそれは自分の心を偽ることです。自分の考えを伝えることは最初は勇気が必要だと思います。でも一歩踏み出せば伝えることが当たり前になっていくし、ストレスは軽減されます。流されない勇気を持つこと、それは自分を大切にすることでもあり、何があっても自分は大丈夫だと自分をより信頼することにつながることでもあります。流されない勇気を持っていきたいですね。ということで、最低限の、気遣いは必要かもしれませんが、自分らしくいられるのが一番だと思います。LINE に登録していただけると斉藤幸男の本の PDF 差し上げています。よかったらご登録ください。それでは